ここはハンバーグのお店で、もう前からずっと行きたかったお店です。なんかメニューから見てもすっごい美味しそうだし、もう私はハンバーグの大ファンだから、ここのお店に行きましょうか。行きましょう。ありがとうございます。2枚。メニューが来たけど、なんかすごい説明が多いような、私は読めないような。究極のハンバーグって書いてあるからね。 How to enjoy って書いてあるよ。それぐらいは読めた。でもとりあえずここに写真がついてるからこんな感じで、だからちょっと何があるか、なんか絵がめっちゃいいよね。絵が可愛らしい。写真じゃなくて A スタイルなんだね。そう、 A スタイル。基本的にはなんか定食しかないっぽい。でもう一個はハンバーグまぶしって書いてあるよ。だから名古屋スタイルひつまぶしのハンバーグ的なのがあって、さすが名古屋だね。社長がそれじゃないですか。いや、でもなんか普通のハンバーグを食べたいなと思った。あとなんかすごいいろんなトッピングがあるっぽい。おろし、レモン、ネギレモン、アボチーズ、アボカドとチーズ、あとチーズフォンデュ。チーズフォンデュ、チーズフォンデュがあるってこと？あは。もうハンバーグじゃないね。いや、違う違う、そのハンバーグをチーズにディップするみたいなのに見える。すごいじゃん。それにしよっかな。タカはあのドリンクセットかプリンセットが欲しいかも選ばなきゃいけないよ。私はもちろんプリンセットだよ。あ、俺もそれにしようかな。オッケー。でドリンクはなんか自家製のレモネードみたいなのがあるよ。食べ方書いてあるものございます。こちらを読み待ってください。ハンバーグなんかすっごいでかいよね。握り拳ぐらいのハンバーグだ。これだ。私の頭ぐらいのサイズ。はい、嘘です。なんかあっちに読み方があったよね。で、ここに食べ方ね。なんて言った。読み方すごいね、はい、見たら6種類の薬味がある、こっちに。でそれをここにちょん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 ってつけると、私は注文したこのチーズフォンデュ、ここにディップして食べる方法もあるから、めちゃめちゃ美味しそうだよ。全部それぞれ何か全く分かんないから、ちょっととりあえずこうつけて。すごいよ。だからそれだったら別に普通のハンバーグでもいいかもね。最初からつけておいてくれてもいいんですけどね。思いませんか。ちょっとめんどくさいね。お箸ね。うまそう、マジでうまそう。うん、ちょっと待ってて。こうテレビ的に見て、このジューシーさ見て、綺麗だよ、すごい。じゃあこれをそのままでいただきます。うん、わ、おいしい。すごい、めちゃめちゃジューシーだし、外がカリッと、ご飯と一緒に。なんかこだわりご飯って書いてあったから、こだわりご飯だよこれ。美味しい。もう見て、こう光ってるよ、キラキラしてるよ。美味しい。見てこれ。もちろん落ちた。チーズフォンデュ。遊んでたら落ちるでしょ。うまそう。なんか食べれないよ、ついてるよまだ。いいや。これモッツァレラチーズだよ。うわ、こうチーズのあれがめちゃめちゃあるよ。めっちゃチーズだよ。おお、すごい。チーズフォンデュ大好きだもんね、うん、もう日本にチーズが基本的には足りないから、チーズフォンデュとかチーズがあるときにはすごい喜ぶ。おいしい。じゃあ6個があるけど、タカが一番気になってるのがどれ？そんなに難しい質問じゃなかったよ。わさびとかおいしそうよね。ああ、じゃあわさびをつけて、これぐらい、もうちょっとつけたら面白いことになるかもしれないね。こんな感じで。なんかね、わさび美味しいけど、信じられないぐらいお肉の味が強くて、わさびが意外と負ける。すごいよ、本当にこの肉のジューシーさが素晴らしい。なんかこの下についてるグリル、すっごい食べにくい。
はい、でこの緑の食べてみたい。なんだろうねその緑のやつ、高菜とかかな。なんか辛そうな感じだったよね。うん、なんか柚子胡椒みたいな感じ、すごい美味しい、うん、なんかお肉がさっぱりになる、めちゃめちゃいい。タカのハンバーグまぶしはこんな感じで、すっごい綺麗だよ。でこれもジューシーでしょ。うわーすごいすごいすごい、うわすごい、肉汁やば。ひつまぶしの食べ方にする？4つに分けて、だしもきてるから。いやそれはそう、お茶漬けスタイルもいけるってことね。まずはよいこしょ、まあ、きれいに入れてないけどうまそう。こんな感じでなんか卵がついてるのがなんか珍しいね見ておいしい。わ、うん、わお。あの卵があるのがいいし、ハンバーグの上にちょっとひつまぶし的なうなぎに塗る甘いソースがついてるみたいな。あ、違うんだ味が。うん、味付けが違う。あ、これ美味しいよ。食べてみて。てか俺のだけどねこれ。あたかも自分のものみたいに食べていいよって言ってるけど。食べてみて。俺のなんだけど。食べてみていいよ。食べてみてもいいよ。確かにめっちゃうまい。でしょ。じゃあ2つ目。2つ目はまたことポトンと入れて、すごお茶漬けどうなんだろうね。まだお茶漬けじゃないよ、タカはステップをスキップしようとしないで。この薬味を足すでしょ。日本人よりも日本人にうるさい外国人だねそうだよ。これを足して、でこれも足して、塩昆布とネギと海苔か。これ塩昆布海苔だね多分ね、うん、と天かす。味の変化を楽しめる。OK、いけた。俺のなんだけどね、これ。あの、天かすのこうプチ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 してるみたいなのが、このサクサク感がめっちゃいい。わ、すっごい美味しい。さっきより薬味入れた方がやっぱ美味しい。うん、美味しい。なんかいろんな味が楽しめる。まあ、でもさっきはそのピュアのお肉があったからそれもめっちゃ良かったよ。どっちもいい。この漬物なんか別で無料でもらえるって書いてあった。ちょっと漬物を間に食べよう。はい、落ちた。うん、うん、ちょっと柚子の感じのなんか間にあるとすっごいさっぱりしてる。箸休め的なさっぱり漬物だね。もう全部そのすごい考えられたよこのメニュー全部。名前知ってる？何が？究極のハンバーグ定食だから。次3杯目だね。そう、でもカメラの前で私は全部食べてるように見えるけど、本当はタカが多めに食べてるよ。皆さん安心してください。はい、はい、ありがとうございます。最後のイタリアンブラッドオレンジジュース、はい、お使いください。これなんか自家製レモンって書いてあったよ。どんな？お、おいしい、おいしい。タカも絶対に好きだよこれ。うわ、うま、さっぱりしてるわ、ね、俺のレモネードだよそれ。あ、タカが好きじゃないかもしれないよ。なんかちょっとジンジャーエール的なやつなんかある、ね、これレナにあげるわ。俺こっち飲むわ俺ちょっとそれ飲めない和さんも。じゃあこれ薬味とひつまぶしスタイル、お茶漬けスタイル、だし茶漬けスタイルか。そもそも皆さんひつまぶしを知らない人がいるかもしれないよ。じゃあ私たちの3本ぐらいの動画を見てみてくださいねたくさん撮ってるよ。はい、これだしかな。うわー、おいしそう。これ今ハンバーグだけど、これがうなぎになるとひつまぶしになりますねこれはハンバーグになるとハンバーグまぶしになります。いただきます。うん、うん、うわ、なんかよりジューシュになってきたよ。すごく美味しい。全部食べた？はい、全部食べましたよ。まあ食べた方がいいよ、早く。これは本当にめちゃめちゃ美味しい。見て、この汁、こうハンバーグの汁とミックスして、
うわ、すっごく美味しい。お肉汁返してください。けど、たかがここに漫画的な ご飯の大盛りを注文したよ。違うよ、レナだよ、大盛りって言ったの。このご飯めっちゃ美味しいから。ハンバーグとめっちゃ合うもんね。大盛り2杯目だからね。動画で映ってないけど、うん、チーズとご飯はどう？それは合うでしょ。合うよ。それドイツに住んでた時にいつもよく食べたよ。チーズとご飯を皆さんやってみてください。チーズとご飯めっちゃ合うよ。ちなみに味噌汁もあるね。赤味噌じゃないよね。なんか赤と白の混ぜたやつじゃない？ああ、ね、ミックス？ミックス。あ、でも味が濃いのがいいよ。ちゃんと味がついてる。これも美味しい。もう全部美味しい。このお店はもっと本当に天才的な。ハンバーグはちなみに日本食じゃないよ。知ってた？ドイツ語から来てるでしょ。ハンバーグはハンブルクってよく書かれるんじゃない？ドイツの街だよ。ハンブルク？ハンブルク。本当かなそれ？多分そうだよ。ハンブルクはハンバーグで有名なの、ちなみに。No。 じゃあ違うんじゃない？アメリカから来てるかもしれないけど、名前がなんかドイツっぽいよね。多分アメリカだね。ハンバーガーもアメリカだから。ハンバーグもアメリカなんじゃない？で、たまたまハンブルクと似てるから。もう今は私の想像を話しますけど、ドイツがアメリカでバーガーもおいしいって言ってたのに。皆さん知ってる人がいれば教えてください。確かにハンバーグどっから来たのかね。でもこういうハンバーグはめちゃめちゃ日本のものでしょ、うん、あれほどの美味しいハンバーグはここにしかないでしょ。確かにないね。これでも本当にめちゃめちゃこうジューシーで、こうこれぐらいの、肉々しくてね、でご飯と一緒に食べて、ここにしかないと思うよ。本当にめちゃめちゃ美味しかったよこれ。ちなみに社長、何？一つ重大なミスを犯しましたよ。なんで？何のミス？卵かけご飯もあったよ。ああ、ありましたね。あっちにこうポコンポコンと卵が2つあるよ。私たちの卵、最後ハンバーグ締めで卵かけご飯で食べようと思ってたのに、うますぎて、うますぎて卵かけご飯の存在を忘れて、ああ全部ハンバーグ食べちゃいました。また次回だね。また次回。皆さんぜひ忘れないようにしてください。そうだね。お、プリン来ました。最後にプリンです。このプリン、あれ、キャラメルがないんだね。自家製プリンって書いてあったね、うん、上から下までプリンだよ。なんか滑らかプリンほど柔らかくないけど、大満足だね。クリーミーで美味しい。ちなみにドイツ人でハンバーグ、うん、でもドイツのハンバーグ全然違うよ。地域によって呼び方も違うし、うん、だからバイアンだとフライシュプランツァルと言うんですけど、これぐらい小さいものでオニオンとか入れて、あとパン粉とか、うん、それの組み合わせを作って、こう小さいハンバーグみたいなのが作って、ポテトサラダと一緒に食べたりするとか。じゃあそのドイツのハンバーグと日本のハンバーグは違うもの。じゃあまあどっちが美味しいとか比較するもんじゃないとかね。ああ、違う、ね、でもこれは勝つよ。今日のやつ。でもこれは日本の中のハンバーグでもなんか高級なハンバーグだよ、なんか今日は食べたもの、うん、だからそれは何にでも勝つでしょ。あ、俺半分以上食べたよ、タカが。ん？でも大体最後はさ、一口くれるもんじゃないの？No。そういう文化なんじゃないの？そういう文化じゃないよ。あ、ドイツにはそういう文化なかった。ごちそうさまでした。美味しかった。はぁ、トリコめっちゃ美味しかったよ。名古屋市にあります、ひき肉のトリコ。めっちゃ美味しかったよ。本当におすすめ。めっちゃうまいね。うん、日本食は美味しいから。日本の洋食が美味しいから。日本の洋食も抜群に美味しいということが分かりました。抜群に美味しいよ、本当に。いくらだと思う？これ4,000円ぐらい。あ、4,800円だ。この値段はめっちゃ満足したよ。しかもご飯食べ放題だから。あ、そうだね。お腹いっぱいになるまで絶対食べれます。そうだね。東京にも一応店舗があるらしくて、1個。あ、そうなの？うん、あ、じゃあ行けるじゃん。ここと東京だから皆さん行ってみてください。全然案件とかじゃないけど。確かに勝手に撮影してるけど。この動画が楽しかったなら皆さんいいねボタン押してくださいね。ではまた次の動画でも会いましょう。バイバーイ。